ってますね。1万円食べきるので帰れませんみたいな。盛り上げありがとうございます。上客してるんですけど、いつも俺がね、大変だね。大変なんですよ。いっぱい食ってるよ。めちゃめちゃ大変なんですよ。俺そこで思ったんです。実際テオ君食ってない、そしてほぼ食ってるの俺じゃねえか。よく言うたね。なんかチーム戦チーム戦、いや言ってるけど、本当に朝食じゃない。朝食ではない。朝食ではある。朝食なんだ。俺確かに俺がいっぱい食べるそうと思うんだけど、テオ君それよりもやっぱり普通より食べない。じゃあネオちゃんはなぜネオを出したいの。なんでですね、はい、今回私こんなものができました。じゃじゃん、コンビニのおにぎり全種。コンビニのおにぎり全種買ってくる。潰すな。18個あるんですけど、この18個ね、まあ、全部食べきるまでではないけど、俺一体おにぎり何個食えるの。確かにね、うん、俺ね、リアルどんぐらいだと思う。4つ食ったことある、自分で。4つ結構きつかった。4つきつかった。じゃあその倍食ったらほぼ俺ってことでしょ。いいよ。8食ったらほぼ俺って言って。8いったらすごいと思う。すごい。じゃあおにぎり食べていきやっしょ。シッシよし、じゃあ食べていきましょうか。食べないなさいよ。いいですか、食べちゃって。いいよ。ちょっと先にね、俺たらこ大好きなんで、この甘たらこ食べていきたいと思います。いいね。てよくんもう別に食べても大丈夫よ。全然。あ、食べていいんだ。18個あるからね。これ18すべて食えるとは思っとらん。さすがに思っとらん。さすがに木の椎ではない。木の椎ではないから。木の椎さん余裕でしょ。何食うんだろうね。すごいよね。こんなん余裕よ。木の椎さんに比べたら負けていい。負けるよ、それは。負けるな。木の椎には負ける。いただきます。一口でかっ、うん、ビッグバーダック打ったみたいになってるじゃん。山にちょっと早炙りたらばあったよ。いくらなら。あー、いいね。いくらがいいの。いくらするね。これ絶対残すやん。敵やん、絶対残すやん。シッシツナマヨ。エビマヨ。エビマヨは今更新発売なんだね。あー、セブンではなんじゃない。ずっと出なかったのかな、セブン。どこのおにぎりが一番美味しいんだろうね。あー、なんかね、そういうのあるよ、なんか検証で。どこの塩おにぎりが一番美味しいの。確か1位ローソン。俺多分寺島のばあちゃんの作る塩むすびめっちゃうまいからな。小学校の3つも食ってたよ。おばあちゃんが朝5キロ走って疲れたーっつって汗とともに手も洗わず。いい塩聞いてた。寺島のばあちゃんの塩にこんくらいな丸い丸いちっちゃいやつが3つポンポン。他人の作ったおにぎり食べれない人ってある。いるよね。俺全然平気。いや、だってそんなん全部じゃん。食材そうだよね。食材全部料理だったら人の手やん。機械にしか作ってもらえないのかなって思って。でもさ、おにぎりってちょっとベタベタするじゃん、うん、だからしっかりつくわけじゃん。だからでもサランラップで作るのもあるよね。手を洗ってんだよ。うわ、めっちゃいいな。そうね。だ食べる人も手で食べられるじゃん。おにぎり箸で食べてるかな。え、手で握るの全然食えるよね。全然食えるよ。小学校の時とか普通そうじゃん、部活とか。うんうん、母ちゃんのとかね。みんな兄貴。なんだいなんだい兄貴。なん、突然何じゃん。買ってきましょうか、お水。買っとれたんだ、兄貴、自分ですもんな。じゃあ俺買ってくるわ。めっちゃ感触。すごいね。めっちゃブラジャー4つ余裕。4つ余裕。まだそれ4つ以上残るでしょう。せめてここで言え。そのコメント。大成功しながら。大成功しながら。じゃあちょっと、おーい、メッチ買ってくるわ。シッシ、おいしそう。なんか何個食べたか分かんなくなっちゃいそうな気がする。結構怖いんだよね。早く入ろう。ずっとギコンっつってさ。くそさ、形整えて作ってくれんじゃん。ずーっと早くして、今回の1000秒ぐらいにして食べるのめっちゃ好きだったの。うわー、私何でもいいやん。4度目完食。塩むすび食べます。お米です。ここに来て塩な。ここに来て大丈夫。やっぱりお腹いっぱいになってきたんじゃない。全然よ。その塩じゃないよ。攻めの塩。これは攻め塩。いいよ、どんどんと。これこうやっていくから。いくよ。しかも俺も結構強く握ってるもんなんで。じんたんのやつで。俺これこっちが得意になったんですよ、実は。
ました。これむずい。俺だってもう見てるとこうやっちゃいながら。やっぱすげえよ。おお。いきなりよ。カジ大丈夫俺。言って喋るだけ。うわすごいな。ここで。正直何分から、もう5ってことは単純計算あと5個はいけるってことや、うん、おにぎり10個って結構超人だよ。なるね。炙り明太子食べます。6個目ですね。うん、5個目完食。1回目の5個目6個目じゃないそれ。すごい、どこまでいけるんだろう。まだ余裕。うん、入るって入る入る入る、全然入る。いけそうじゃないの。10いける？あ、10なんか18じゃないんだ。タルコバター醤油いきたいと思います。軽そうなのか、ペロリといきそう。ペロリといきそう。このタイプはペロリ。柔らかいんだもんね。うん、うん、おにぎりの上だ。少々こんなにいけんだぞ。うま辛ビビンバいきます。10個は余裕そうだね。ね、韓国海苔なんだってこれ。うわさ、美味しいよ。美味しいやつだこれ。あ、おるおる。うん、すごい塩。ほら、塩がすごい。シッシトヨ君が思うスポーツ漫画が一番面白い。一番面白いスポーツ漫画。どんなの見れてるじゃん。野球、サッカー、バレー。一番面白かったのは、階級かな。いろんなスポーツ習ってきた中で、一回もやったことないバレー。サッカーのかっこいいってさ、アニメで言うと、かっこいい部分って、やっぱシュートっていう部分であったり、相手を抜くシーン、1対1で抜くシーンであったりっていう感じで。で、数えて、俺の話を聞きながら世界に何が数えてたの。8個目終わったんだ。8個目完食だ。8個目完食です。どれがいい。逆に手を組に選んでほしいよ。じゃあもうここまで来たら、じゃあね、どうする。舞茸を、怖、これちょっと楽そう。確かにね、海苔は重くなってくる。そうだそうだ。てかこれ重っ。めっちゃなんかネチネチしてる。どす重い、どす重い。これこれ食ったら半分。やっと半分。やっと半分だけど、もう精神をズタボミすんな。9個目完食。すごい、3個で1合分だから今3合食ったの。うわぁ、3合ってあれ、いつも炊いてるやつ全部食ったの。ごめん、すごくないこれ。すごい。ってことは15個食ったら、あの5合の炊飯器マックス。え、やば、3合の炊飯器。そんなんもなんかね、3人暮らしとかのレベルだよね。3合はそう、大食いなんだよやっぱり。改めて大食いなんだ俺。上が上すぎて分かんなかったけど、うん、実は大食いなんだよ。なんだかんだ。次何頼もうかなってきつくなってる。お店かな、このちっちゃな。ちょっと一番軽いのがいい。一番軽いの。お願いしてる。同じくらい素人だよね。軽いので言ったらって。そうだよ、同じくらい素人だよ。マヨネーズとか重いじゃん。夏な重いわ今。これなんじゃない。あー、それか。海苔ないし、焼きおにぎり紅酒。おー、あたす。10個目でしょ、これ。重くなってきてますね。いきましたー。おめでとう。おにぎり10個はすごいよ。俺すげえっていう、ここに持ってるでしょ。すぐ自慢するでしょ、この撮影は。俺10個食べたんですよって絶対言うでしょ。きついね。10個食ったよって言ったら、11個食うんだよって言ったら、あ、10個の10個のやめとこう。最後まで見てくれてありがとう。おにぎり10個達成。頑張れ、ももっと食べれたけど10個食べたよと。10個食べたよじゃなんかそんな変わんないから10個で終わります。明日のスカイプスはなんとテオくんが俺の誕生日にサプライズでメッセージ動画を集めてくれた。それでは楽しみに。ピース。10個なんだね。11個は微妙だね。微妙だよね。15個ならまだちょっと1万円食ったよっていうのと1万1000円食ったよ。なんか1万円の方が。そうだね、ここでやめてこう。すごい。